こんにちは、快適アートです。夏の絵手紙、お題は線香花火です。今回使う画材です。吉祥の顔彩24色セット、墨、面相筆、裏面がはがきタイプの鳥の子紙、そして今回はちょっと変わったものを使うんですが、ろうそくです。まずは鉛筆で薄く下書きをしていきます。カメラで撮るととても薄すぎて見えづらいんですが、右上に線香花火のシルエットと、その周りに目印程度に火花を描いていきます。線香花火の火の玉のところを中心に、漢字の米みたいな感じの火花が散っている様子を描いています。次に下書きを手がかりにして下地の色を塗っていきます。線香器と上昇をランダムに塗ってから、火の玉の近くの色だけ濃く塗りました。十分乾かしてから次の作業に移ります。急いでいたのでドライヤーで乾かしました。今回はこのろうそくを使ってちょっと変わった描き方をします。普通にスーパーとかで売っているような小さめのろうそくです。細い線が描きやすいようにカッターで斜めに切ってから使いました。ろうそくで塗ったところは水を弾いて、上に色が塗れないのを利用して夜の暗闇に火花を散らす線香花火を描いていきます。まずは火の玉のあたりを入念に塗って、鉛筆の下書きを手がかりに火花を描いていきます。この方法で初めは画仙紙に描いてみたんですが、ろうそくの上から塗った時にうまくいかず、鳥の子紙を使用すると成功しました。おそらくにじみ止めがしっかりされている紙の方がこの描き方に合っているということだと思います。ろうそくは透明なので、描いているうちにどこを描いたのかわからなくなってしまいます。端から順に描いていくようにした方がいいと思います。もしわからなくなってしまった場合は、紙を持って光に当てて斜めから見ると少し光るので確認できます。
ろうそくで塗れたらいよいよ上から塗っていきます。墨で上から塗ります。下の方には文字を入れるのでグラデーションになるように水でぼかしました。線香花火の真ん中に近いところは本藍で塗り、暗闇の中にほんのりと色味を足しました。上朱もトントンと少しのせました。最後に余白の部分を調整して完成です。こんな感じで完成しました。美しくてちょっと切ない線香花火と描きました。今回はろうそくを使って変わった方法で描いてみたんですが、上から墨を置いて浮き上がってくるところなんかはドキドキワクワクという感じで楽しかったです。花火を避けて背景を塗るのはとても難しいですが、この方法なら綺麗に塗れるので皆さんもよければ試してみてください。ご感想、ご意見ありましたらコメント欄で教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。